ウトドアタイムドットチャンネルの中村です。今回は丹沢山海の山奥にある廃村地蔵平に行ってみたいと思います。それではレッツトレッキング。始まりました。今回は丹沢山海の山奥にある廃村地蔵平を訪れるということで、地蔵平は西丹沢山北町にある丹沢湖の北側の山奥にありまして、標高が 580m でございます。地蔵平の廃村について調べてみると、明治30年頃から昭和35年までの間にあった村で、大又沢分校という学校もあったそうです。最も多い時には40名の児童がいたそうで、まあ、なかなかの数ですよね。廃村になった年の昭和35年閉校と同時期に、住民の全ての方が山を降りて廃村になったそうです。それでスタートは丹沢湖西側の余宿林道沿いにある滝壺橋手前駐車場からスタートしておりまして、今約1時間が経ったところです。今私の右手側に大又沢がありますね。いや、すごい透明度が高くて川の底まで見えますね。すごい綺麗な川です。それとですね、今回行く地蔵平なんですが、視聴者様から教えていただきました。教えていただいた時は、丹沢山海のそんな山奥に村があったんだって、いやすごいなってね、いやめちゃくちゃ興味湧いてね、これは絶対に自分の目で確かめなければいけないと思い、今回来ました。ただ現在は村があった痕跡が全くないらしくて、ちょっとね残念ですけど、そこに村があったんだなっていうのをちょっと想像しながらね、地蔵平を見たいと思います。あとですね、地蔵平以外にも新たな発見、新たな景色にドキドキワクワクしてきました。それでは行ってきます。
今ですね、宝行沢の大滝という滝を見てきました。もっと近くで見たかったんですけど、滝に近づくのに結構危なくて、沢登りの装備でもないので、ちょっとね、遠目から見させてもらいました。ただ遠目でもね、すごい高低差があって迫力がありましたね。それでスタートから約1時間半が経って、コースの半分よりちょっと超えたとこに今います。スタートからここまでの間は少しずつ高度を上げていく感じで、まあ林道なんでね、とても歩きやすいですね。それと、本日は3月の中旬でございます。いやー、今回も天候に恵まれましたね。めちゃくちゃいい天気です。いやー、緑と青のコントラスト。いや、綺麗ですね。いや、癒されますね、本当に。それと、今日すごく暑いです。暑くなってくると、ちょっと心配なのが、いや、熊ですよね。いや、西丹沢なんか、こう、自分の中で、熊が出るイメージというか、そういうなんか情報が結構あるので、いや、ちょっと、熊に警戒しながら行ってるんですけど、ただ途中ね、林業の方たちもいたのでね、ちょっと、一人ぼっちじゃなかったんでね、ちょっと安心したんですけど、今は一人です。いや、うん。それでは、残り約半分、引き続き、行ってきます！今ですね、無事に地蔵平に着きました。スタートから約2時間半で着きました。昔ここに村があったんですよね。今は杉がたくさん生えてますね。いや、あ、お、なんか石碑がありますね。ちょっとなんか書いてあるんですかね。ちょっと見に行ってみたいと思います。はい、今石碑の前に着きました。霊碑ですね、霊碑。いや、村の、何かが、こう、情報が、なんか、あるのかな、とか、ちょっと期待しながら、来ましたけど、違いましたね。いや、見た限り、本当に、村が あったんですかね、ちょっと、想像がちょっと今のところつかないですけど、それでは、今時間が、12時をちょっと過ぎたところなので、山飯を食べようと思います。いい場所があったらちょっとそこで山飯にしたいと思います。今ですね、山飯を食べるところを探してるんですが、たくさんの空の瓶が転がってます。これは昔住んでた村の人たちのものですかね。多分違うと思うんですけど、たくさん瓶が転がっております。それでちょっとこの辺がすごくね、広々としてていいので、ここでね、山飯にしていきたいと思います。
はい、今ですね山飯をいただきました。今回の愛妻弁当は豚肉のロースですかね。分厚い、冷めてて分厚いんですけど、すごい柔らかくて、いやーご飯に合ってね、ご飯がすごい進みましたね。それと人参とアスパラの肉巻きだったりとね、またいろいろとね入ってました。それでこの秘境の地地蔵平でね、一人でね愛妻弁当を食らう、山飯を食らう、いや最高のロケーションですね。今回も美味しかったです。ごちそうさまです。それではこの後はこの地蔵平をね、あともう少し歩かしてもらって、今来た道を戻って今回の丹沢山海の山奥にある廃村地蔵平の会を終了していきたいと思います。